Shirou という若者がいる。一見、どこにでもいそうな普通の青年。しかし彼には、他の誰にも持ち得ない大きな夢がある。Shirouの職業は格闘家。極限まで鍛え上げた己の肉体と精神のみで、常に強大な相手と拳を交える。今回Shirouは世界のベルトをかけた大一番に挑む。若干22歳の若者が見る夢、それはそのベルトの先にある自らの未来。Shirou、世界への挑戦、最強の男を目指して。さいたま市大宮区キックボクシングジムビウエル所属のShirou、対ダンシットスタジアム王座も獲得した彼は、今や日本屈指の実力者。弟分で新日本キックボクシング王者でもあるレイヤ、そして対ラジャダムナンスタジアム王者にもなったトレーナーガンスマンと共に、日々厳しい練習を重ねている。22歳、世間ではいろいろなことに興味を持ち遊びたい盛りの年齢。そんな中で彼はキックボクシングに打ち込み、その青春のすべてをかけている。あまりにもストイックすぎる生活、彼の原点は一体どこにあるのだろうか。始めたのは3歳って言われてますけども、はっきりと覚えてないですね。やっぱ兄と姉が2人いて、その兄と姉の影響でキックボクシング始めました。勝っても負けても泣いてましたね。泣き虫だったですね。兄と姉がすごい強かったから、試合出るの嫌でしたもん。出ても勝ったり負けたり、あんま優勝とかできなかったです、最初の頃は。で、兄と姉はやっぱりずっと優勝してたんで、やっぱそれが悔しかったから、やっぱ強くなろうと思って、いつもそうですね、毎日練習するようになりましたね。兄と姉の背中を追った幼少期、その中でもShirouにとって忘れられない出来事がある。5歳で本当の後楽園でエキシビションマッチやった時のはまだ覚えてますね。自分ダウン取って勝ったので緊張とかはなかったですね。すごい嬉しかったっていうのは覚えてますね。多分目立つのが好きだったんでしょうね、多分小さい頃から。わずか5歳で体験した格闘技の聖地後楽園ホールのリング、その小さな記憶はやがて大きく成長し、Shirouをプロのキックボクサーへと押し上げていった。そしてもう一つ、Shirouに大きな影響を与えたもの、それはタイの国技ムエタイ。小学校3年生の時に観光がてら初めて訪れたこの地で、彼は青春のすべてをかけるその競技に出会った。ムエタイ、格闘技を知らない人でも一度は聞いたことがあるこの言葉。よくキックボクシングと比較されるが、その本質はどういうものなのか。タイに在住しShirouをよく知るスポーツフォトグラファー相田博史はこう語る。ムエタイっていうのはその日本であるキックボクシングに似てるわけなんですけど、大きな違いはまあ選手の勝敗にお金をかけて、賭けとして成り立ってるわけですね、競技が。でそれがもうテレビで流されたりして、お茶の間でまあ今日は赤が勝つ青が勝つとか、体重でそうやってもう騒いでるような、そういう競技ですね。選手層がすごく厚いんですね。例えばまあ日本だと野球っていうのが盛んで、あの少年野球っていうのがあって、そこから高校野球、選ばれたものだけが甲子園に行って、そこからまたプロ野球に
行くまでの過程っていうのはものすごく難しいと思うんですけど、まあ、ムエタイなんかも同じでですね、大体5歳6歳早い子でそれぐらいから試合を経験して100戦200戦戦ってまして、まあ、もう本当にだから実力を競い合ってそこで生き残った子供たちだけがバンコクの中央のスタジアムに上がっていくっていうそういうシステムがあるんですけど、並大抵のことではちょっとね、タイのランキングに入るとかできないですよね、もう、うん、そんな中、シローはジュニアキックボクシングの試合を数多くこなしながら成長、いよいよプロデビューの時を迎える。年齢は15歳、そして舞台はタイ伝統のスタジアムラジャダムナン。デビュー戦がラジャダムナンスタジアムで、それまでやっぱ日本でも全然負けてなかったので、タイでも通用するだろうなっていうつもりで試合に臨んだんですけど、本当に何もできなくて首相撲で KO 負けになったんですけど、自信満々で挑んだプロデビュー戦、その結果は KO 負けに終わった。しかしシローの心には新たな思いが強く植え付けられた。立ち技最強格闘技ムエタイ、いつかこの世界での頂点を。本当にそれが本当にもう悔しくて、その悔しさがあったからやっぱ今の自分があるっていうのもありますし、それがなかったらやっぱタイでも練習してなかったと思いますね。その後、シローが取った行動は、なんと単身でのタイ武者修行。短い期間ではなく、長期滞在することでムエタイを吸収し、本当の強さを身につける。恵まれた日本の環境をリセットし、タイの中でも一番過酷なジムに飛び込んだシローは、ただただ練習に励んだ。15歳の時に行ったんで、やっぱすごい辛かったですね。本当にもう全身筋肉痛になったり、朝5時に起きて走るのとか今までやったことなかったですけど、タイでやるようになって、本当最初の頃は本当もう全然疲労とかやっぱ半端なかったですね。本当に日常会話とかできないとやっぱ仲良くなれないし溶け込めないっていうのもあるから、会話だけはやっぱジムで自然と覚えれたんですけど、勉強しながら読み書きとかやっぱ語学学校行かなきゃいけないってことで、1年間ぐらい語学学校に、タイの語学学校と日本の語学学校に行き来しながらタイ語を勉強しましたね。この頃のシローの努力を一番近くで見てきたソーダはこう語る。タイの選手みんなテクニックがすごいので、例えば日本ではあまり重要視されないムエタイによくある首相撲っていうのがあるんですけど、相手の首を掴んで膝蹴りを入れてどんどん相手を追い込んでいく間合いがあるんですけど、日本だと教えようにもそれができる日本人の先生っていうのがちょっといないと思うんですね。でやっぱりちょっとタイ人にタイ語で教わらなければいけないんですけれども、そういったものっていうのはもうシロ君は自分でどんどん技を習得していきましたね、うん、技術と語学の向上、そして本場ムエタイの試合経験、シローは草ムエタイと呼ばれる地方での大会などにも積極的に出場し、自らの経験値を高めていった。それと並行し日本でのキックボクシングの試合にも数多く参戦。16歳での日本プロデビュー戦を TKO 勝利で飾ると、宮本圭介、国高といった国内強豪選手からも白星を挙げ、その実力と成長を証明してみせた。勝者、シロー。そしてこの10代の成長期に単身タイに渡った経験はシローを大きく変えた。長く滞在するこの国の恵まれない子どもたちのために、ファイトマネーやチケット収益金の一部を寄付するチャイルドサポート、
シローは現在、個人や小児 HIV 養護施設などを支援する活動を続けている。自分が行ってた際のジムがスラム街なんですよね。ショックだったっていうか、もうそれが当たり前だったんですよね。で、自分が一番仲良くした弟みたいなやつがもう親がいないんですよ。自分で何ができるかなって考えた時に、本当今の自分があの本当タイで挫折をしたので、タイのおかげっていうのがすごいあるんで、恩返ししたいなっていうのもあります。タイ人ってすごいなんか徳を積む行為っていうんですよ。この短文って言って、この来世のために徳を積むってことで、タイ人って結構もう積極的にこういう活動を行ってて、やっぱそういうのやっぱ身近で見てるわけじゃないですか、そういう行為を。だから別に自分としては当たり前のことをやってるだけであって、特別なことではないですね。もう多くの人に知ってもらうことで支援の幅も広がるわけですから、自分が有名になれば助かる人も増えるわけですから、やっぱそういう思いはすごいありますね。少年から青年へ、さまざまなことを経験し、人間的に大きく成長したシロウ。そんな彼に昨年5月、突如組まれた重要な試合、それこそが ISKA ムエタイ世界ランキング戦。スペインから来襲する猛者を迎え撃ち、シロウは世界への扉を開くことができるのか。昨年5月、シロウのもとに舞い込んだ ISKA ムエタイ世界ランキング戦。1986年にアメリカ各州の代表プロモーターたちと元 PKA イベントディレクターたちを中心に発足された格闘技タイトル管理統括組織 ISKA。 世界で最も権威ある団体とも言われ、現在の参加加盟国は46カ国。多岐にわたる競技を統括し、タイトルマッチを認定している。当然そのランキング戦に勝てば ISKA のベルトも狙えるようになる。シロウにとっても重要な国際戦、スペインからの刺客をどう迎え撃つのか、その戦いに注目が集まった。しかし試合は一方的な展開となった。ヨーロッパでは屈指のムエタイ選手と言われるネスター・ロドリゲスをシロウ終始コントロール。最後は腹部に突き刺す三日月蹴りで KO 勝ちを収めた。この試合で全世界にその強さを知らしめたシロウ。彼の実力はすでに世界トップクラスとなっていた。対戦相手も認めるシロウの実力。そんな中、彼は舞い上がらずに冷静に自分を見つめている。偽物にはなりたくないなって、やっぱ強いやつにどうやって勝っていけば勝手に有名になっていくと思うし、自分の実力も上がってくるわけじゃないですか。有名になりたいとかスタイルになりたいってないんですよね。強くなりたいって本当思いしかないんですよね。偽物にはなりたくない、ただ強い男に勝って本物になりたい。今の城を突き動かすのは己自身の未来を信じる揺るぎない心。そして現れる新たな刺客、最強を目指す城にとって避けては通れない強大な相手。この戦いの先に世界が見える。ついに世界のベルトに手が届くところまでたどり着いたシロウ。しかしタイトルマッチを争う相手はイギリスからやってきたかけ根なしの強豪ダニエル・マッグウォーン。シロウと同じく少年時代よりタイに渡りムエタイを習得した男。イギリスではジュニアのタイトルをほとんど総なめ、タイでもその実力を高く評価されるムエタイ選手の一人。
今回のタイトルマッチ以前からシローは練習方法を変えた。タイと日本の両方でトレーニングを続けるのはもちろんだが、日本におけるトレーニングでは徹底的に質を向上させることにこだわった。ボクサーや総合格闘家といった他のコンタクトスポーツ選手たちと一緒に走り込みを行うランニングトレーニング。足腰をいじめ抜くことでスタミナと脚力を著しく向上させた。マンツーマンで行うサーキットトレーニング、瞬発力からフィジカルまで幅広い補強運動で体を鍛え上げる。格闘家には欠かせない腹筋もご覧の通り。そしてパンチ技術を磨くためボクシングジムにも出稽古。自分に足りないと思うものを貪欲に吸収するその姿勢にトレーナーも高い評価を与える。今この短期間でだけでも言ったことをすぐパッとできるようになるので、あの辺の格闘技センスっていうのはちょっと長けてるなと思います。ストレートはこの短期間で結構伸びたんじゃないかなと思うので、右ストレートとかちょっと注目してもらえるといいかなと思います。そして1月9日タイトルマッチ前日、両者は規定体重をクリアし記者会見に臨んだ。大会名新日本キックボクシング協会ウィナーズファースト開催地日本。 I'm looking forward to tomorrow and I hope everyone comes and enjoys the show. I'm ready to put on the show. I've not just come here to play games. I'm come to win and take the belt back to the UK. So yeah, I hope Shirou is ready. 明日は KO で倒して自分が ISKA の世界ベルトを巻きます。ありがとうございます。共に王座取りを宣言した両者、専門家はこの戦いをこう分析する。お互いに右ストレートと右ローが強い選手なんで、ローとストレートが交錯するような攻防から始まるんじゃないですかね。それから3ラウンド4ラウンドってやっぱ非常にムエタイらしく、膝肘あのミドルキックが織り交ぜた展開に、非常にテクニカルな攻防になってくると思う。待ち望んだタイトルマッチ、果たしてシローはこのベルトを腰に巻くことができるのか。1月10日格闘技の聖地東京後楽園ホール、シローはこの日自身初の世界タイトル戦に挑む。いつもと変わらない様子のシロー、年末年始も関係ない日々を過ごすことにはもう慣れている。あとはいかに試合で自分を出し切るかだけだ。大晦日も正月もなく、まあ、慣れましたよね。大晦日とかもう全く何も関係ないですからね。会場前のリハーサルが行われているリング。しかし戦いが始まればこの舞台に勝者と敗者しか存在しない。これまで数多くの修羅場をくぐってきたシロはそのことをよく分かっている。特にタイトルマッチは勝者たる王者のみが輝く舞台。チーフトレーナーを務める大槻春明も厳しい言葉を投げかけながらシローを鼓舞する。しっかりとディフェンスして焦らずにコツコツ当てていく、基本通り
チャンスがあったら勝負するっていう、まあ、勝ってベルトを取ったらまた強いやつが挑戦してくるじゃないですか。でやっぱり自分の力を、まあ、こう高めることもできるし、絶対ベルトは取らなきゃダメだと思うんですよ。刻一刻と試合が近づいてくる。シロウ最終調整に入った。動きの確認をトレーナー全員で行う。チーム一丸となって勝利をつかむために。対戦相手ダニエル・マッグウォーンもすでに臨戦態勢。こちらも試合がもう待ちきれない。激闘に沸く後楽園ホール。この日はシロウのタイトルマッチの他にも好カードが並んだ。シロウの弟分にして頼れる盟友レイヤは第11試合に登場。日本フライ級頂上対決と銘打たれたこの一戦で、自身より若い伸び盛りの伊藤優真を迎え撃ち、見事完勝を果たした。続く第12試合は日本対タイの国際戦。新日本キックボクシング王者である滝沢大翔はタイでも有数の実力者、バカイペットリッティ・サムイと激突。しかし実力の差は歴然。ムエタイの奥深さと強さを見せつけられ、最後タオル投入によるTKO 負けに終わった。そしていよいよイベント最終試合、シロウの初めての世界タイトルマッチ。その試合の前に花を添えるべくダンサーたちがパフォーマンスを披露した。これから行われる世界最高峰の戦い、そこに待ち受けているのか勝利か、それとも敗北か。これまでの費やしてきた努力のすべてが今問われようとしている。いよいよ始まります ISKA ムエタイ世界バンタム級タイトルマッチ3分5ラウンド。さあまずはダニエル・マグウォンが入場してまいります。若干19歳、25戦21勝 15KO、 ロンドンの名門ジム所属のイギリスが生んだスーパースター。実況は私川上大輔、そして解説スポーツライター布施浩司さんです。お願いします。よろしくお願いします。さあこのイギリスが生んだムエタイ戦士ダニエル・マグウォン、世界のベルトに手が届くのでありましょうか。ダニエル・マグウォンが今リングインであります。佇まいがいいですね。素晴らしいですね。はい、青コーナーより志郎選手の入場です。一つ気合を入れて集中を深めて、いよいよ志郎が格闘技の聖地後楽園ホールのリングへと歩みを進めてまいります。一つ息を大きく吐きました。いよいよ志郎が入場してまいります。さあ布施さん、はい、シロウなんですけれども、今日のこの調子はいかがですか。いや、ここ数年の中ではですね、一番調子はいいみたいですね。はい、最近ちょっと怪我とか病気に泣かされることもあったんですけども、今回は本当に万全の状態でこの王者決定戦に挑めるっていうふうに言ってますね。はい、はい、さあこの世界のベルトをシロウが手にするのでありましょうか。シロウ万全の状態、今リングインであります。世界バンタム級1位ダニエル・マックボーン、イギリス対同級5位シロウ、
日本の試合は昨日レフリー立ち会いのもと厳正な身体検査公式規定を終え全ての条件をクリアしましたので、私はこの試合を ISKA ムエタイルール世界バンタム級王座決定戦として認定いたします。本日ラストマッチ ISKA 認定世界ムエタイバンタム級王者決定戦3分5ラウンドマッチを行います。赤コーナー ISKA 認定世界ムエタイバンタム級1位、ISK 認定英国ムエタイバンタム級王者ダニエル・マグモン。イギリスが生んだムエタイ紳士ダニエル・マグモン。アウトだ。 ISK 認定世界ムエタイバンタム級ポイントシロー。世界をその手にシローがコールされました。さあお互いに儀式を済ませ、いよいよ試合という厳かな雰囲気ですね。そうですね、これこの試合ムエタイルールでやるんですけども、はい、やっぱりムエタイっていろんな儀式がありますからね。はい、はい、さあ第1ラウンドが開始いたしました。さあまずはお互いの距離を探っていこうというところ、まずは右のロー、右のローから入ります。ローキック走ってますね。そうですね。さあこの展開なんですけれども、さあ、はい、お互い右のローが入っている、やはりこのローというのが少し、まあ、そうですね、ムエタイというのはやっぱり、はい、同じ何か攻撃を受けたら同じ技を返すというのが鉄則なんで、やっぱりシローがローキックをやったら、ダニエルの方もじゃあローキック返そうという展開になってますね。ということですね、まずはじゃあローで、まずはお互いがどのような展開をするのか、はい、さあ左右といった、あパンチ強いですねダニエル ね、 ですね、はい、そしてシローとしては右のロー、このローキックというのが一つのポイントなんでしょうか。ですね、距離を探るとかがですね、はい、タイミングを測るってローじゃなくても最初からこれダメージを与えるために打ってるローですね。はい、でこの左足、相手の左足にこう効かせていってというですね、はい、まずは前足ってことじゃないですか。前足、はい、前の足にこうローキックを効かせるというのはこれどういうこう影響というか、やっぱりまずは白がやっぱり右のローを打ちやすいっていうのはあると思うんですよ、はい、それでまず前足効かして、はい、だんだんと削っていってダメージを与えていって最後にパンチにつなげたいっていうのはあるんじゃないですかね。ほう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 。さあ組んでいく首相撲の状態、お互い膝を入れた状態でまずはブレイク。ダニエルこれ首相撲強いですね。ほう、はい、首相撲というのもやはりこのムエタイの中ではですね、ムエタイの中の醍醐味の一つですね。はい、さあまずはパンチからいって、さあこのもう一度この組み合っていく、ここで膝ですね、ダニエルの首の位置を見てください、はい、シローの顎の方に当てて、打つってこれ自分の得意なポジションなんでしょうけどね。ほう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 、はい、組んだら強いでしょこの選手。おっとパンチでいった。選手によってやはりこの首相撲の位置とかいうのってやっぱ得意な位置はあり、ポジションってのはありますね、やっぱそれ充実と同じようなものだと思います。はい、はい、ゆっくりとさあ左のミドル、さあお互いに譲らない展開。さあじっくりと今度はパンチでいこうというところ、シロー。ここで1ラウンドが終了します。一進一退という感じですか、ほぼイーブンじゃないですかね。やはりここ決め手となる部分というのはまだ今のところはですね。ただダメージに関して言えば白の方が与えたんじゃないですか、ダニエルの方にやっぱローキックで、やはり右のローというのが大きなポイント、はい、これでダニエルがやっぱり痛い素振りを見せたり痛い表情をしたらやっぱり完全にポイントになると思いますね。そこがやはりポイントなんでしょうか。ポイントになりますね。はあ、はい、さあ2ラウンドが始まりました。ここでもやはりさあやはりここでも右のローを効かせていこうというところ、今インローも打ちましたね。はい、キレのあるローキック、場内からも歓声が上がります。完全に攻撃の的を絞ってますね白はね、やはりもう前の足ですね。はい、首相撲になってからというところで一度ブレイクがかかり、さあもう一度ここでじっくりとシローが距離を測っていこうというところ、左の牌を見せようというところダニエル、ここでやっぱり距離を取りながらこの右のというのがやはりですね。しかし右のローを返していくダニエル。あれですね、シローのセコンドにですね、爆安っていうニックネームを持つ大槻春明選手がついてるんですけども、はい、ずっと大きな声で指示飛ばしますね。お
やはりこの選手としてはやっぱりこうセコンドの指示というのが、まあ、やはり大きなセコンドの目っても第三者の目としても試合は大きく見えてますからね、おっとここはスリップ、やはりこの俯瞰で見るというのが大きなやっぱりポイント、いややっぱり勝負はね俯瞰で見る人がいるのが本当に重要ですよね、さあそこはシローはうまくこのセコンドの声これに耳を傾けられるのでしょうか、さあ今一度大きくキャー右のロー、あー強いですね、強いローが入っていく、結構効いてると思いますけどねこのローはね、そうですね、はい、さあミドロー連発していく、しかしそれでもダニエルが返していく、ゆっくりと落ち着いてここはシローが飛ばしていく、いった組みついていく、これはやはりダニエルの方が若干組みつきに行くような素振りを見せていますね、あれですね、至近距離で言ったらやっぱりあの白優勢で組んだらダニエル優勢っていう展開だと思いますね、はい、さあ左のローを見せていく、右のハイ、うまいですね、ノーモーションですよ今、危ないですね、これはやはりちょっとこのハイというのはやっぱりもうダニエル今本当に母国のイギリスだけじゃなくてタイでも有名な選手ですからね、イギリスの選手でやはりタイでもというのはやはり大きなですね、このシローとダニエルって実は非常に似通った部分がありまして、はい、2人とも少年時代からタイで修行を積んでるんです、ムエタイの、はい、やはりこのムエタイを極めるにはやっぱりタイでっていうのがやはり大きな、まあ、そうですね、まあムエタイの奥義を学ぶにはやっぱりその中心地に行った方がいいって発想のもとに2人ともあれですね、バンコクの方に行ったと思うんですよね、本場で、はいはい、さあシローコールが場内から起こっております、第3ラウンド、ここはシロー答えることができるのでありましょうか、今度はパンチを見せていくシロー、前蹴りを放ちながら距離を取って右のロー、このパンチいいですね、やはりもう実際にこの右のローを効かせながらこの打撃パンチへ行くっていうのは、ね、しっかりとダニエルが出てきたところを狙ってますからね、はい、よく相手のことを見えてると思います、はい、さあじっくりとした展開、ダニエルは右のミドルを返していく、シロー持ち着いている、右のロー若干効いてるんじゃないですかね、ダニエルね、ちょっと今パンチでもふらついたような素振りを見せました、はい、右のローが少しずつ効いているか、じっくりと攻めていく後ろ、さあパンチの連打、ここでもう一度組みついていく、あーやっぱり内から内からいきますね、ダニエルね、首相撲ね、この首相撲ダニエルやはり得意の膝が入っていく、でこれ離れ際でおそらくダニエルは、ね、肘打ち狙ってるんですよ、はい、で白のセコンドの大槻も肘が来るぞって言ってますからね、やはりここは注意と、ちゃんとここはしっかりと、はい、肘狙ってますね、この至近距離の肘、さあ右のローでしっかりと距離を取りながら、この肘には警戒しなきゃいけない、白も右の肘を返していく、組みついていって首相撲、ここはブレイクがかかります、まあ、一瞬のミスが命取りになるような、はい、展開になってきました ね、 ね、両者切れ味鋭い打撃という感じですからね、ですね、はい、こうなってくるとやっぱり組み際離れ際にもあれじゃないですかね、勝負の肝は出てくるんじゃない、ね、あるんじゃないですかね、はい、さあ左のインローを見せていく、さあここでダニエルじっくりと、おっと前蹴り、しかしこれはスリップしただけ、スリップですね、はい、はい、左右と入れていく、しかしもすぐに組みついていくダニエル、白はボディ攻撃もいいんですけどね、はい、まあ、その後ダニエルすぐ組んでね、組んでいきますね、持ち上げの攻防に持っていこうとしてますからね、はい、前蹴りで距離を保ちながら次の展開、ダニエルどうだろう、右のロー上げた、左足の右のローです、そしてローキックは効いてますね、間違いなく効いてます、これやはりダニエルちょっとこの右のローは少し嫌がってますね、嫌がってる感じ、はい、首相撲ちょっとここで、うん、ここでブレイクがかかります、さあ今一度ブレイク、スタンディングの状態、少し距離を取りながら左のミドルから見せていくダニエル、そしてちょっと右のロー、さあここは白落ち着いていきたいところ、右のローを使いながら、ここで第3ラウンドが終了します、両手を広げたダニエル、俺が勝った、俺が取ったラウンドだっていうのが、という、はい、意思表示ですね、実際のところこの3ラウンド目まで見てみて、僕の目にはですね、はい、テクニックではダニエルが勝ってる部分はありますけども、はい、あれでポイント的にはシローが勝ってるんじゃないかなって、そういうような、はい、
さあ第4ラウンドが始まります。まずは右のローから、ここは落ち着いてしっかりと右のローからいきます。しかし組みついていくのがダニエル、膝の攻防、ここはブレイクがかかります。やはり一貫してこの右のローっていうのが大きなポイントですね。そしてダニエルの方もやはりこの右のローを嫌ったからちょっと組みつきに行くというですね、ような状態ですね。この組みつきがですね、はい、攻撃を仕掛けるための組みつきなのか、逃げるための、はい、あのダメージをごまかすための組みつきなのかって、その辺もやっぱりあのジャッジの方々はですね、見極めると思いますけどね。ここがやはりこの首相撲の取り方一つにしてもですね、ジャッジのこの心象が変わるということですか。はい、はい、さあしかしながら左のパンチを見せていく白、ここやはり組みついていくダニエルの方から組みついていくっていう感じですね。ですね、はい、白の顎の下に頭を乗せてというところですが、ここでブレイクがかかります。白はもう徹底してもう首相撲には付き合わないですね。はい、はい、これは得策だと思います。はい、やはりこれ付き合うとちょっとっていうのは、いや本人の心の中にそれはあると思いますよ。はい、はい、やっぱり実際組んでみてただものではないってことがね、悟ったんじゃないですか。この首相撲の強さみたいな、はい、やはり組んでみないとわからないというのがやはり、ね、まあ、レスリングとか相撲って組んだら大体相手の技量がわかるっていうじゃないですか。上体でもそれはあると思いますね。はい、やはりここは徹底してこの首相撲には付き合わず右のローから活路を見出 す、ね、はい、右のローからワンツーもしくはボディストレートに行きたいんじゃないですか。ちょっと倒れ込んでしまったが、これは大丈夫、ちょっと押されてしまったかどうなんでしょうか。さあここで一旦組み付きに行くダニエル、左右と行く。さあシローの方もここは肘を折り混ぜながら前蹴りしっかり距離を取りながら、シローの得意な形に持っていきたい。ダニエル右のローを返していきます。左のローも見せます。左右とローキック打ち分けていく、いいですね。はい、さあそして組みついていく膝の連打ダニエル、しかしここはブレイクが入ります。さあダニエルは徹底して今度は首相撲の構えなんでしょうか。シローは右のローからワンツー、力強いワンツーですね。しっかりと相手を見据えて、ここは倒していきたいところ、前蹴りキャッチ、組みついていくバック、おっとちょっと肘が入ったか。さあ今一度右のローから、とここで第4ラウンドが終了します。いかがでしたか。いや白がもう的確にやっぱりローでダメージを蓄積させていたラウンドだと思いますけどね。さあ第4ラウンドまでご覧いただきました。ISK 世界バンタム級王座決定戦は第5ラウンドまでもつれ込みます。勝負の第5ラウンド ISK 世界バンタム級王座決定戦の模様をお届けしております。勝負の分かれ目第5ラウンド最終ラウンドが今まさに始まろうとしております。さあ布施さん、はい、この第4ラウンドまでを見ていただいて、シロダニエルともに離れてシロを組んでダニエルって感じだと思いますね。やはりここはもうずっと変わらずという感じでしょうか。はい、はい、ただダメージという点でやっぱり、はい、シロが与えてるんじゃないかなって気がしますけどね。この右のローというのが、はい、ただジャッジによってはもしかしたら、はい、ダニエルの首相撲の技巧を取ってる人がいるかもしれないですね。それやはりもうジャッジによってもというのはあるかもしれないですね。はい、何を評価の基準にするか、何を評価の一番上に持っていくかによってやっぱちょっと割れる試合かもしれないです。はい、さあ第5ラウンド勝負の分かれ目、肘を見せていったダニエル、やはり右のロー2連発、ちょっといやー今聞いた素振り見せましたね、ダニエルね。少し聞いたような感じ、軸足がちょっとブレたっていうかね、ちょっと泳いだ感じがしましたね。はい、ちょっと今見受けられました。第5ラウンドまで来てちょっと足へのダメージ蓄積されているのでしょうか。さあここはチャンスとばかり右のローまだ見せていく、前蹴りでちょっと距離を取りながら追い込んでいくのはダニエル、そして組みついていきます膝、ここはブレイク、やはり先ほどちょっと右のローで効いたという感じがありましたから、少しダニエルも焦りというのはあるんですかね。パッチが多くなってきましたね。やはりここで決めなければいけないというところがちょっとしたあるのかもしれないという、いやそれはありますね。はい、やっぱ本人はやっぱりイギリスにいる選手なんで、日本同様やっぱりキックボクシングの中、という舞台の中でのムエタイとやっぱりね、はい、若干やっぱりタイのムエタイと若干違う部分があるんですよ。そこはやっぱ意識してパンチ出してきたんだと思いますね。はい、さあパンチを出していく、さあ場内からは白コール、
この声援に応えることができるのか、少し首相撲ちょっとここはもつれてしまった。ホームのリング、やはりこのシローの大きな声援というのはですね、やっぱこれは本人にとってね本当に心強いと思いますよ、はい。さあそれをその声援を力にしてシローがダニエルに抑えかかっていく。左右とローを見せていこうというところ、ダニエル右のローを返していきました。左のロー、さあローキック、ここはもうダニエル攻略のためのローキックですね。バックの肘、肘ですね、バックハンドじゃないですね、バックハンド、肘の方が当たってますね。バック肘、はい、まあ、ムエタイルールの醍醐味ですね。そうですね、肘、はい、いや肘の攻撃というのも見どころの一つなんですが、やはりこの肘というのはやはりダメージとしては大きな、大きいですね、まあ本当に肘の上手い選手になったらですね、はい、切るための肘とダメージを与えるための肘を使い分ける選手もいるんですよね。素晴らしいですね、この肘の攻撃だけでも多彩なですね、はい、打ち方も5種類もから7種類ぐらいあるっていう話も聞いたことがありますね。奥が深いですね、はい。さあその中試合中、おっともう一度バットの肘倒れ込んだが、これはスリップですね、ダウンではない、はい、ただやっぱり効いてるんじゃないですかね、下半身ね、ダメローがね、さあこれはどのように映るんでしょうか。さあ白いった最後、ここで試合が終了。お互い肩を組み、そして白両手を上げます。対するダニエルも両手を上げ、お互いが勝利を確信しております。49対46、白に1本が入ります。48対47、白に2本目が入った。3本目も白、3対0、白が判定勝利を収めました。世界チャンピオンになりましたね。世界チャンピオン、ついに世界のベルトを体感しました、シロー。いやー5ラウンド、はい、フルラウンドの戦い、どのように映りましたか。いやもう本当に48対47っていうジャッジが2人もいたってことです、それだけやっぱシーソーゲームだったってことですね。ですね、はい、はい、シロー の執念のローが実ったんじゃないですか。そうですね、はい。さあ今認定書が読まれています。今認定書が送られます。これで世界王者となりました、シロー。勝者の証、純白のベルト、大きいですね、ベルトがね。ですね、 ISK 世界バンタム級チャンピオンベルトが今シローの腰に巻かれます。さあ、はい、世界チャンピオンになりました、シロー。そうですね、まあ本当に ISK ってもうヨーロッパとアメリカで一番大きなキックムエタイの組織ですからね、はい、今後のシローとして、まあ、当然のごとくですね、はい、ヨーロッパの方からも、はい、オファーが来ると思いますからね、はい、まあ、これから日本対ヨーロッパ、はい、非常に忙しくなってくると思いますね。そうですね、いや本当にどん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 羽ばたいていってほしいと思います、世界に向けて。2016年も、はい、そして今後もですね、この若いシローという選手、ぜひ注目してみてください。世界 ISK の世界バンタム級王者に輝きました、シロー。今左手を大きく上げて記念撮影をしております。さあマイクを持ちました、シロー。シローが世界王者として一つ抱負を語りました。結構謙虚なコメントでしたね。そうでしたね、はい、はい。さあ敗れたダニエル・マグオン、2人肩を組んでの写真撮影でございます。終わってノーサイドといったところでしょうか。ありがとうございます。最高の方めちゃくちゃ良かった。あそこまで俺パンチ打たないと思わなかったですね。前切りばっか合わせてくるから。試合後の控え室、王者はもうすでに先を見据えている。チャンピオンベルトはどうですか、感触ってのは。
まあ、やっとスタート地点に立ったっていうのは、まあ、まあ日本人でもいっぱい強い人いますし、いやムエタイでもいっぱいいるから、うん、やっぱまだスタート地点ですよね。そのスタートを切って次の目的っていうのはどちらに向かっていくのか。まあ、2月タイでもう話は決まっている方向にあるので、まあ、2月ラジオで試合してちょっとタイでまだ自分目標をまだ達成してないので、やっぱタイの平日工業出て、うん、やっぱランカーとかに勝ちたいっていうのありますよね。ムエタはやっぱ本物でやりたいなっていうのがあるので、ここまでロードとムエタが自分の行く道だと、スタートしたらムエタですからね。やっぱりそこはやっぱやりたい、やっていきたいですね。そして大会プロモーターもまたこの若き世界王者の未来に大きな期待を寄せている。まあ、一応これで一つベルト、このベルトを元にいろんな団体のチャンピオンとそれからどんどんやらしていきます。楽しみにしてください。以上です。王者になればその責任も増す。日本、ヨーロッパ、そしてタイ、シローはこの先どんな決断を下すのだろうか。試合後の祝勝会、つかの間の休息、勝ったからこそ味わえる喜びがそこにある。そしてまた再びシローは新たな戦いを目指す。今回でも ISK の世界チャンピオンベルトを巻くことができましたが、やっぱ終わりには来てないですし、どっちかというとやっとスタート地点に立ったっていう思いがすごく強いので、やっぱ日本にもやっぱたくさん強いやつがいますけど、やっぱ世界中にはもっと強いやつがいるし、知らないやつだっているだろうし、やっぱそういう選手と戦って自分の価値を上げていきたいですよね。ISKA ムエタイ世界バンタム級王者シロー、折れない心と絶え間ぬ努力でひたすらに自らを磨き続ける男。彼は言った。今はまだスタート地点だと。だからきっとたどり着くに違いない。その場所こそ最強という名のゴール地点。シローの旅はまだ始まったばかり。